写し飾りを写したいんやねん。マサチューセッツ州、マサチューセッツ、もうどうやっても写らないんですよねこれがね。もうどういかがなものか。もうこの後ろのこれも写したいしね、ちょっと写したいものがたくさんある割にね全然写らないんだよ。マサチューセッツ州、マサチューセッツ州は何の国にあるでしょう。私は知らないよ。ちなみに私は知らない。今日はねすっぴんなんですよね、ごめんなさいね。あのすっぴんなんですけど、あの今日はちょっとねあるところが違うんですよ。どこだと思いますか。わかるかな。今日はねとあるところがね違うんですよ。アメリカだって。アメリカ知ってた、みんな。マサチューセッツ州はアメリカ。どこが違うでしょう。今日の私は、今日の私は、ねえなんかもうやだ、ちょっと化粧しなきゃダメだよね本当。化粧しなさいよって本当に怒って、みんなさん怒ってね、怒ってるよね、化粧しろよって。いやーんごめんなさい。はい、今日の違うところは、正解は眉毛でした。眉毛でした。眉毛がね違うんだ。見してあげるよ。ほら見てごらん、めっちゃ綺麗だろ。この眉毛を見てごらん、ほらめっちゃ綺麗だろ。これは自分で眉毛を今日切ったんだよ。偉いだろ。ちょっとこっちも 見たいか。見せてあげるよ眉毛。ほら見てくれよ、ほら綺麗だろ。綺麗だろ。綺麗だろ。綺麗になっただろ眉毛が。おめでとうと、もちのギフトありがとうございます。そう、眉毛をね初めてこんなに本格的にね、あの眉毛用のハサミでね切ったんです。切って整えて切った後にあの描くっていう、ちょっとほらわかるかな。なんかね今までのね眉毛はすっごいふさふさでね、私の眉毛本当にふさふさしてて、量も多いし色もねもう真っ黒で濃ゆくて、なんでと思ってたんですけど、あのちょっとね今日ふと思い立って、ちょっとちょっと眉毛切ればよくないと思って切ってみたんですよ。そしたらね思いのほかうまくいって、そうだね、眉毛サロンにね行くか迷ってたんですよ。でもなんか眉毛サロンに行かなくても自力で綺麗にする方法はないかなと思って、ちょっとなんかそしたらなんか動画が出てきて、眉毛を切ってる動画が、明けおめのギフトめっちゃ来るじゃないですか。ありがとうございます。明けましておめでとうございます。そうそう、眉毛を切ってみたら思いのほかねうまくいっちゃってね、本当にもう私は眉毛を整えるプロかなって思いました。はい、プロになったのかなって思いました。明けおめのギフト10個ありがとうございます。いいねありがとうございます。いいねかわいいありがとうございます。明けおめのギフト20個ありがとうございます。ハッピーニューイヤーありがとうございます。明けおめのギフトめっちゃめっちゃいっぱいありがとうございます。明けおめありがとうございます。似合うありがとうございます。眉毛が似合うってことね、ありがとうございます。今日のトピックスはそんなところです。眉毛を切ったよっていうトピックスでした。皆さんの眉毛も整えてあげます。ファンの人の眉毛も整えてあげます。眉毛を整えたい人がいたら来てね、どうぞ私のところにおいで。
どうぞどうぞ。眉毛を切ってほしい人はおいで。明けおめのギフトありがとうございます。中坂は眉毛サロン行ったから眉毛サロンいらずだよ。あの、私がやんなくてもいいんだよ。中坂は眉毛サロンに行ったか行くかどっちかな、どっちかなんか言ってた、行くって言ってたよ。そうそう、アーシャと比較してみたらいい。アーシャの眉毛どんなだろう。アーシャの眉毛結構あれかもしれない。結構どうだろう、アーシャの眉毛はまだふさふさかもちょっと見てみようね。うーん、分からん。ちょっとね、パッと見じゃ分からんよね。ふさふさなんだけど。でも今日はとにかく眉毛が薄くなったので嬉しいです。眉毛を薄くしたら、なんかなんか眉毛が薄い人が羨ましくて、どうやったら薄くなるかなって思ったら、あの形をこう整えるだけじゃなくて、あの眉毛を立ち上げて、あの前に眉毛を立ち上げて、立ち上がったところをハサミで切るっていうね。あのちゃんとあれですよ、眉毛用のハサミよ。明けおめのギフトありがとうございます。いっぱいありがとうございます。なんかこれ配られてるんですか。ありがとう、いっぱいくれるじゃんみんな。明けましておめでとうございます。2023年ですね。今日は成人の日だよ。みんな知ってましたか。脱色、あ、脱色ね。脱色もねしたことあるよ。今度やってみますね。まあ今やってもいいんだけどさ、今ちょっとさ眉毛さ、あれちょっとだけさ、あのちょっとだけさ、あの足りないところ描いたからさ、なんか眉毛がいつも足りすぎてて、眉毛をなんか足りないところを埋めるとか足りないところを描くっていうやつの意味が分かんなかったんですよ、眉毛が多すぎて。でもあのやっと分かりました。眉毛を減らしてみて、眉毛の足りないところにあの眉毛を描くっていう意味が分かりました。今まではね、眉毛がねふさふさねあるところにね、さらにねあのね眉毛をね描き足してたんですよ。だからもう太くなって太くなって眉毛がボーンって感じだったんですけど、あの分かりました意味が。はい、小槌、うちでの小槌のギフト10個ありがとうございます。明けおめのギフトもありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。そうだ、さっきインスタ更新したので、皆さんいいねとコメントお願いします。あのコメントとかね、あのしてくれたらね、あのいいねをね押します。いいねを押しますんで、お楽しみに。明けおめのギフトいっぱいありがとう。もちのギフトありがとうございます。もちもちありがとうございます。テーマパークに遊びに行きたいな。今年期待のかやにゃん、かやにゃん、かやにゃん今日も可愛いです。ありがとうございます。みんなは本当にいい人だね、褒めてくれて。とってもいい人だね元気が出るよ。みんなさんは優しいです、本当にいい人たちだ。うん初訪問ありがとうございます。
初訪問ありがとうございます。 SK48 チーム E のカエニャンこと池田カエルです。長崎県出身の22歳です。でも最近公演で年齢を言うのをやめましたもうだって23歳になったら23歳のって言わなきゃいけないって思うと、なんかあ言わんとこってなりましたもうちょっと年齢はちょっとあの伏せていこうかなって思いました。はい、ハウステンボスの会には可愛かった、ありがとうございます。まだハウステンボスで撮った写真がねあって、それをね載せる予定なので楽しみにしていてください。明けおめのギフトいっぱいありがとうございます。本当にたくさん今日明けおめ送れる、みんなありがとう。年齢はちょっと C でいきたいですね。静かに行きます。キリバンランキング何これ、ん何これ、1月5、終わってるもんね、だってね終わってますもんね。え、これあれ今イベント中だったの、おやおや、ああイベント中だったのこれ、だからみんな持ってるんだ明けおめギフト、なるほどですね。やば、旅行券すぐ旅行券とか聞いたらね目が輝いちゃうから、北海道行きたい、家族で北海道行きたいなっていうのはね、もうね何年も何年もねずっと言ってるの、何年も何年も言ってて行きたいねって。そう一回さ北海道さ行ったことあるけどさ、お仕事で行って、ゼッペンツアーの時に行って、でもねそう家族は行ったことがないから行きたいって思って17歳と何ヶ月、17歳と何ヶ月だろうね今ね、結構もう相当行ってますよ、相当だよ、恐ろしく行ってますよ。何ヶ月だろう、おめありがとうございます。買いとこ、17歳と何ヶ月、17歳と何ヶ月かな、18、19、20、21、22、待って5、やば5歳もだよ、5歳もサバ読んでるよ、17歳と60ヶ月、やばそれはちょっと60ヶ月はやばいですよ、やばいですよね60ヶ月、あちゃちゃ、いや結構ね私はもうね体がガタガタ言ってますから、ガタガタ来てますから、ガタが来てるので、もう高校生だとは言わないでください、もう高校生ではありません私は、もう無理高校生では名乗れないよ、自己紹介で17歳と60ヶ月って言われたら気になりすぎるやばいやばい人でしょ、言ってみようかな、17歳と60ヶ月です60ヶ月って多すぎでしょちょっともうごまかしが効かないわ
ごまかせないです、さすがに。悲しいです。まあ気持ちはそうですね、まあ言ってくださってる通り気持ちだけはね若くいきましょう気持ちだけは若くいこう、その心が大事だからね。立てた教科書、先生の視線盗んでちらり遠く切ない、ワン、ツー、スリー。気持ちが持てばなんとかなる60ヶ月のインパクトなかなかすごいでしょ。ちょっとキリがいいちょっとキリいいな私が17歳の時は何をしていたかな。私が17歳だった時は何をしていたか、お勉強お勉強をしていたね優等生ぶっとこ。17歳の時アイドルになるって想像できてた？いや、できてなかったですね。できてなかった。想像できてなかったですね。18歳だったもんな、オーディションの時はもう。そう、なんか、それをね、なんでか受けたんですよね。受けてなかったら多分もう、普通に働いてたから皆さんに出会うことはなかったということですよね。はい、多分この9期生のオーディションに受かってなかったらもう普通に就職しちゃってたので、もうオーディションを受けるっていう考えに至らないわけですよ、就職してしまった以上は。だから本当に受かってなかったらみんなにさんにこんにちはって会うことはなかったということですね。不思議不思議不思議ですね。いいタイミングだったんだと思いますね。はい、よろしいタイミングでかにゃん、明けましておめでとうございます。やばい、止まっちゃった、充電が。ありがとうのギフト、ありがとうございます、ありがとうございます。動いてますか、動いているでしょうか、動いてますかね。なんか消えちゃいました、充電がね、低電力になっていますみたいなのが出て、なんか充電器ね挿してるんですけど、それが出てちょっと謎ですね。なんでだろうな、なんでだろう、なんでだ、なんでだろうって感じなんですけどねえ、今は動いてますか。動いてますね、よかったよかった。なんか髪の毛さ、マジでさ、なんか量多くてどうしよう。これでも減らしたんだよ、これでも減らした方なんだ。まだかけてた方が量少なく見えるかな。ね、かけてた方がまだ少なく見える気がする。やっほーやっほー。髪が多いと嫌なの？嫌ですね、髪が多いのは。なんか毛量が少ない方が結んだ時とかに綺麗に、なんか綺麗にこうわっさわっさしなくていいんですよ。それがいいんです、わっさわっさしなくていいので。
わっさわっさしない方がいいです。はい、これは私の意見です。初見さん、初見です、ありがとうございます。よかったらルームフォローとツイッターとインスタグラムのフォローもお願いします。カニャンしか勝たん、ありがとうございます。初訪問ありがとうございます。ルームフォローお願いします。今日はちょっとすっぴんなのですが、すっぴんで明日は化粧します。明日はメイクします。本当です。嘘じゃありません。明日はメイクします。むせる。かや日本酒飲んだの。そう、日本酒飲んだ、日本酒飲んだんだけど無理だった、飲めなかった。苦ってなって。本当に私はめっちゃお酒を飲んだの。めっちゃお酒飲んだのよ。年始にめっちゃお酒を飲んだの。でも日本酒を飲める人は大人だって思って、日本酒を飲める人って大人だろうなと思って、私は大人になりたくてで飲んだんですよ。でもね、無理だった、無理でした、苦かった。だからちょっと真の大人にはちょっとなれなかったんですけど、日本酒は冷酒、そう、冷たいやつ、やっぱり私は梅酒とか酎ハイとかが好きなんだなって思いましたので、ちょっとまだ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 だなと思いました。飲まなきゃやってられないことあるのか。飲まなきゃやってられないよ。そういうわけじゃないんですけどね、ちょっと大人になりたくて飲んでみましたという感じですね。さすがに大人でしょ。あ、温めた方が飲みやすい。熱燗ってこと、熱燗ってことなのかな。え、焼酎は飲んだことないな。意外とね、大人ぶってるだけど、やっぱり美味しい、味が美味しいのが一番なので、うんうん、やっぱチューハイとかカクテルとか甘いのがいいです。飲むともう顔、え、でも日本酒飲めなくても別にいいんですよ。いいの。他のやつで楽しむんで、他のお酒で楽しむんで大丈夫です。立てた教科書、先生の視線。ワインは飲んだことない。え、飲んだことある。ワインではないかな、わかんないんですけど、なんかあのキティって名前のお酒があるじゃん。それが、え、キティちゃんだと思って、それはなんかベースはワインだった気がします。ワインですよね、あれ。見るからにお酒弱そうだって。うわー、やだー。飲める、飲めるんだよ、甘いのなら。え、あのね、梅酒のロックを飲みました。すごいだろ、ロックはやばい。なんかね、美味しかったやつね、なんだっけ、カシスなんとかみたいなやつ、美味しかったです。カシスなんとかですは飲めました。あとなんだったっけな、なんか赤玉パンチみたいな、赤玉パンチみたいなやつは、なんか、甘い方がいい。
お酒飲むのは実家の時だけ。お酒飲むのはそうね、一人では飲まないです。一人では飲まないです、絶対に。ちょっと危ないじゃないですか、なんか一人で飲んで記憶失ったりしたら危ないじゃないですか。だから友達とか家族がいる時しか飲まないです。可愛いのギフトありがとうございます。みんなのおすすめのお酒は何ですか？結構ね、飲むと決めたらね、結構飲みたい。結構ね、飲みたいんですよ。でも本当に年末年始とか特別の時しか飲まないです。やば、黒霧島ロックとか絶対やばいやろ、絶対やばい。待って、カルアミルクさ、飲んだことあるよ。あれはね、あれはね、あかん、あれは、あのね、あれはあかんよ。あれはただのジュース、ただのコーヒー牛乳みたいな、あれで酔っちゃうのやばいでしょね。ビールはね無理なんだ、ビールは苦いんだ。買うときに身分証明書見せてって言われない？でも言われないよ。言われないよ。けどね、あのお店とかではね、あれさせられるよ、身分証明しなさい言われるよ。出しなさい。ファジーネーブル知ってるぞ、なんか飲んだことあるぞ。でもね、ポって言われてね、それがね何なのかは分かんないんです。そう、大人になったらさ、もっとさ飲めるようになるのかな。大人になったらビールとかさ、焼酎とかさ、日本酒の美味しさが分かるのかな。甘酒ね、ノンアルのね甘酒ならね、よくね、なんかめっちゃ体にいいらしいですよね、あれ。だからね飲んでました、一時期。でもね、あれね瓶でさ売ってることが多いじゃないですか。だからね、重いけんね、あんまりね飲まないね。シャンディーガフ、シャンディーガフ、ビールとジンジャーエール、美味しいんじゃない？でもビールか、でも甘いって書いてある。チーム E はのんべえさんいたかな。どうなんでしょうね、どうなんですか。カシスソーダは飲みやすい。カシスってついてたらなんか飲める気がする。カシスってなんかあれじゃん、甘酸っぱい系じゃない。そうなの、正月、そう、お正月は日本酒だって、そうみんなが言ってたから飲んでみようと思って飲んだっちゃけど、無理やった、飲めんかった。なんかね、そのカクテルの名前とかね、飲むたびにね、覚えとかなきゃって思うんだけどね、覚えれない。覚えれないです。おつまみは何が好きなの。おつまみはちくわの磯辺揚げと、エビマヨとだし巻き卵が好きです。なんでもいい。私の感覚ではご飯とジュースなの。だからね、おつまみとビールとか、おつまみとお酒っていう感覚じゃなくて、なんかおかずと
ジュースみたいな感覚だから、なんかあんま組み合わせ関係ないっていうか、あんま関係ないのよね。公演終わりにちょっと飲んでみたいな。前ね、みっちゃんとね、あの公演終わりにね、あの飲みに行こうってしたんだけど、その時なんか時短営業みたいなのやってて飲めなかった。今度ちょっと一人で飲んでみようかな、公演終わり。でもさ、お外でさ飲むのとさお家で飲むのどっちがいいんだろうね。お外で飲んだ方がさ、なんか美味しく感じるっていう人いるよね。私もそうなんだよね。立ち飲み屋はハマる。でも公演終わりはもうね、ヘトヘトでね、ヘトヘトで帰ることが多いからね。そうそう、立ち飲みどこにあるの？初見さん、かえちゃん、かわいいコメントありがとうございます。ありがとう。そう、お酒飲むとさ眠れるの？私さあんまり夜眠れないタイプなんですよ。でも次の日休みじゃとかじゃないとさ飲むの怖くない？いやけどさ、栄駅とかはさめっちゃさ人多いしさ、なんかちょっとさあんま人多くないとこがいいなと思いさんであった。じゃあ私が一人で飲んでるのを磨きたら、あの一緒に飲みましょう。おごってくださいね、その時は。なんつってなんつって、さすがに酒屋とかでは飲めないですよ。私がねお酒を飲むなんてびっくりでしょ皆さん。でもこの間めっちゃ飲んだの、本当に本当にもうめっちゃ飲んだの、本当にいっぱい飲んだんですよ。別にいっぱい飲めることをね偉いとかね、あの祝ってるわけじゃないんですけど、本当にあの飲むときは飲むんですよ。初訪問ありがとうございます。この前はなんかオレンジ系のお酒飲んで、その後に荒越の梅酒を飲んで、でその後に日本酒をちょっと飲んだけど無理でやめて、なんか甘いお酒に変えて飲んで、そしてその後に梅酒のソーダ割りを飲んで、もうその辺からもうダメだってなって、私はウーロン茶を飲みまして、はい、だから限界は3杯から4杯からぐらいなんですよ。あーもうダメだと思いました。いや梅酒が一番です、梅酒が一番美味しいです、はい。梅酒がいっちゃうまい。いけど、お店のお酒ってさ薄まってない？薄めて出してない？あの薄い時ある、なんかあの安いところだとさ
え、梅酒って強いの？ロス。美味しいよ。なんかさ、そのさ、さじ加減ってことだよね。さじ加減ですよね、本当。あの、作る人のさじ加減説ある。そう、なんか自分はあのずっと飲まない人だと思ってたんですけど、あの飲んだらね、すっごいね、あの喋れるんですよ、ペチャペチャと。そう、この前飲んで美味しかった缶のお酒を教えるね。ほろ酔いはね、美味しいんだよ。ほろ酔いは美味しいのは、まあみんな知ってる。浅草パンチ、浅草パンチ、アルコール分 3% だって。たったの 3% だ。たったの 3% でした。っていうのが美味しかったです。でもなんかもう皆さんはもう焼酎とかそういう世界にいるから、私とは違う世界にいる。焼酎の世界はすごい世界だよね。焼酎とか日本酒の世界はもう遠い遠い世界だから。フォローしました、ありがとうございます。他のチームのキューキーと飲んだことある？あるある。そう、でも前はほろ酔いの一缶でいっぱいだったのに、そうちょっとね、飲めるようになりました。え、私本当に飲んだらめっちゃおしゃべりになるの。本当に陽気になるし、絶対あのいろんな人と喋れるようになるの。人見知りじゃなくなると思う、多分。はい、そうなんです。でももう普段人見知りだから、もういつも飲んでなきゃいけない。本当に絶対もうペラペラ喋れるようになるの。本当に本当に本当に恥ずかしがり屋がなくなるから、もう公園の前とかも本当は飲んだ方がいいんじゃないかなって。公園の前とか、まあトーク会の前はまあ飲まなくても、まあトーク会はね、あの結構ね、1対1だから喋れるの。ファンの人とはシラフでも喋れるんだよ。さすがにちょ、嘘だからね、本当に飲まないですからね。お仕事の前は飲まないですよ。しかも私は本当に1年に1回とか2回しか飲まないので、ご安心ください。ね、みんなもちゃんダメだよ、みんなもダメだよ、イベントの前に飲んじゃダメだからね。お顔がタイプ、本当ですか、ありがとうございます。嬉しすぎ。地酒があるらしい。佐世保の地酒は何だろう、なんだろうな。いっぱい MC で話したら疑うだって。疑われちゃう、今日この子飲んでるかもって、みんなに疑われちゃう、ファンの人に疑われちゃう。飲むと記憶なくすんでしょ。いやなくすまでの飲もうと思ったら具合悪くなるから、結構ね自分でね分かるの。そうそう、分かるんです。
具合悪くなる前にやめとく。眠くは、あ、眠くもなりますね、飲むとね。眠くもなるし、本当に赤くなっておしゃべりになる。おしゃべりになって、結構なんかはーって感じになります。くしゃ顔がもうね好きだって。嬉しい。くしゃ顔ってこれここにねめっちゃねシワができるの。これやめなさいってね親にね言われてた。肩がつくからなんで、おう、飲んでなくても、飲んでなくても、なんてなんて、飲んでるくらいのテンションの時あるような。バレた、バレました。まあそう、私は結構ねテンションがね、あの日によって違う日替わりなんで、テンションが日替わりテンションです。アテンションプリーズ。寝言が多くなる、いや寝言は多くなんないよ多分、わかんないけど。だって 寝はしないもん。もう寝るときはもうちゃんと今からお休みしますっていう、寝ますっていう感じになってからじゃないと寝ないんですよ。寝ないです。眠いと言いながら寝ませんこの前の食リポ何歳、え、何歳だろう。あれは熊本に行った時なんだよね。あれは何歳の時かな。でもあのメガネ的には10歳ぐらいかな。10歳行くか行かないかぐらいですかね。結構みんな気に入ってくれましたかまだ見てない方は私のツイッターをねちょっとフォローして、あの動画をね見てみてください秘蔵映像、10年以上前の動画です。あれは初訪問ありがとうございます。とりあえず飲んでも家までは帰れる感じかな。うん、家まではね帰れる。いやまあ帰れる、自力で、自力で帰れます。はい、しっかり帰れます。私は帰れます、帰れます。貴重な映像ありがとう。どういたしまして、どういたしましてでございます。はい、あの私はですね、あれなんですよ、メガネで、そうメガネでいつの年代の映像なのかがね分かることができるんですよ。あの細縁の赤いメガネは小学、私がメガネをかけ始めたのが小学3年生ぐらい、9歳ぐらいの時にメガネをかけ始めて、で初めて買ったメガネが細縁の赤ピンク赤っぽいメガネだったんですよね。それでその次にメガネを変えたんですよ。まあ、5年生ぐらいの時に黒縁の太めのメガネにして、そうそう、でそれと同時進行でなんか2個持ってたんですよ。赤縁のちょっと細縁の赤縁のメガネを持ってました。で初めてコンタクトにしたのはいつだったっけな、高校の1年生高1かな、高1高2、いや高1、そう、私ね中学校の時からコンタクトにしとけばよかったんですよ。そう、そしたらもう卒業アルバムがねもうちょっとは漏れたと思うんですよはい、ちょっとね漏れなさすぎて大変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 、漏れなさすぎて。私の卒業アルバム見たことありますか？ちょっと漏れてないんですよ
折れなさすぎて大変大変なメガネだった、メガネちゃん。で高校、でも高校の卒業アルバムも言うて漏れなかったんですよそう、なんかやっぱちょっとね、やっぱね、うん、化粧とかもしちゃいけんかったしさ、そう、良くないですよねあれは。だから本当に卒業アルバムで可愛い人は本当に可愛いんだなって思いますね。はい、だからもう私の卒業アルバムをね持ってる皆さんはね、もう流出させたってね大丈夫なんです。なぜならもう世に出ているからですだってあの私自分から送ったんだ、これを流出させてもいいですよそうそう、怖いものないです。卒業アルバムがもうみんな知ってるから。で今メガネ、今のメガネはジーンズっていうさメガネ屋さんあるじゃんか、そこで買った可愛いメガネなんだ。そのメガネは多分ショールームでかけたことあるよ。かけたことあります。視力はだいぶ前から、昔からだいぶ悪かったんかな。うん、悪かった悪かった、視力はね悪かったよ。なんか自分目が悪いと気づいたのが小学2年生ぐらいかな、小学2年生ぐらいで、ちょっとなんか AA だったのが AB とか BB とかになってやばいやばいってなって、もう今はもう D とか E とかだよもう測ってないけん分からんけど、もう相当悪いです。相当悪いと思います。うん、測り知らない、測り知らない、もう DE 言ってると思う思います。残念ながら目が悪いのです。でも本当に地元に帰るとね、あの友達が優しくてハッピー。マイナス8ぐらいだよね。そうです、私まさにコンタクトレンズの度数はマイナス8でございます。そう、間違えてマイナス 8.5 をね買ったらめっちゃなんかね合わなくて、その 0.5 でも全然違うんだなってことを学びました。おめでとうのギフトありがとうございます。ありがとう、嬉しいです、ありがとうございます。中には挟んだ距離は風で声が届かない、あなたは気づかなくてもここからいつも私は見てる、休み時間に窓につながって騒いでいるわ男の子たち、あなたはいない、どこにいるのかな、の秘密に見て傘した、はい、ワン、ツー、スリー、やばいよ、もう鉄板が迫ってきてるんですよ、イさんにはマジでやばい
本当に私の体力の衰えがやばくて、本当に頭4曲でもういなくなっちゃうかもしれないもうあーフラフラしちゃうかもしれないよ。もうあの本当にやばい、体力がなさすぎてやばいです。今月の今何回公演出てるかな。え、フェスティバル公演よりきついです。なんか体力がいりますね。なんかね、ぴょん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 してる気がするはい、だからちょっとやばいです。髪型は外羽にしようかな。ユニットは何をやるでしょう。一応秘密にしときますねまあ大体分かっちゃうと思うんですけど、まあ秘密にしておきますね。編み込みカチューシャの外羽でお願いしますってよ。なぜか涙が溢れ出す。大好きなのこんな気持ちは生まれて初めてもどうかしくて。いや鉄なマジで久しぶりですもんね。当たったよって方はね、赤緑のサイリウムで応援してください。当たんなかったよって方もはい、DMM で応援していてください。そう、鉄名はなんかそう、どこを覚えたら出れますかって聞いてみたんですよ。そしたらここかここってなってたんですよ。でほうほうと思ってて、そうそうそう、やっぱね、あの公演に出てちょっとでもファンの人に見てもらえるとね嬉しいので頑張って覚えます。この顔面白くない？鉄なフェスと2連チャンで大変ですね、頑張ってください。ありがとうございます。いや2連ちゃんなんてそんな別に結構普通よ結構普通ですよ。研究生の時は週4とか週5で出てたから、それに比べたらもう全然です。まあでも体力が衰えてる可能性はちょっとあるので頑張らなきゃ。体力が衰えている可能性は95% 95% です。初訪問ありがとうございます。ありがとうございます。もうすぐ公演200回なの。もうすぐって全然ですけどもうすぐ200回。まだか、まだ全然まだまだか。振りはすぐ思い出すの、いや振り思い出すのにめっちゃ時間かかった。もうずっと、もうここ何日もやってますもんねここのところはもう頭の中が鉄菜でいっぱいですよ そうだ、もしあれですね、DMM に入ってる方がいたらさ、昔のさ鉄菜がさ、あれ今リバイバルされてるかな、リバイバルされてるかもしれないので、それを見て予習してください
うん、されてるされてる、リバイバルされてる。これを見て予習しといてください。はい、懐かしいでしょ。2019年のやつが今リバイバルされてるよ。だからこれを見て、あの、あ、おぎょうぎゅくさん、聞き分けよくなっちゃっちゃん、これを見たら予習になるよ、みんなの。出ちゃダメちゃん、外見ちゃつまんなくなっちゃう。ちゃちゃちゃ、お茶飲んでいっちゃう、語り合っていっちゃう、楽しんでちゃちゃちゃ、泣いてくれなくちゃ、おねだりしてちゃう、二人はちゃちゃちゃ、もう帰りって言われたらみんなの前で泣いちゃうからね。パパとかママとか先生につけちゃうちゃうけん。ちゃうちゃうけん。犬？ちゃうちゃうけんって犬だよね。なんかちょっと不安だけど楽しみ。不安半分、楽しみ半分。なんかその13日に出るメンバーがもう皆さん出てるんですよ、12人になってから。だからそうそう、もうやっぱりこう、やっぱね、12人公演の先輩方にあの囲まれて、なのでちょっとあの迷惑かけないように頑張りたいです。はい、あの頑張るぞっていうことだよ、とにかく頑張るぞ。よい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 。頑張るぞーい。いい子にせちゃん、おぎょうぎよくちゃん、聞き分けよくなっちゃっちゃん、私が私じゃなくなるよ、わがままちゃちゃんちゃん。てってってれって、はい、てって、あとっとっと、あてってったらっとっと、とっとっとっと、ちゃちゃったダメちゃん、さっさといいちゃん、つまんなくなっちゃう。あっちゃこうちゃん、はっとしなくちゃ、マンゴーちゃちゃちゃん。お茶飲んでいいちゃん、語り合っていいちゃん、楽しんでちゃちゃちゃん。抱いてくれなくちゃ、おねだりしてちゃん、ふたりはちゃちゃちゃん。ユニットチョコ予想だからって、あ、それはね、ちょっと当日までの分かりませんから、分からへんで、それは。アメピ希望です、だって。いやー、どうでしょうね。何に出るかな。楽しみにしててください。
ケット手をつなぎながらニコッと微笑んでくれた。時間忘れて見入ってしまう、ね、さっきツイートしてるの見たよ、見たよ、癒されてるって。うーん、皆さんに癒しをお届け、ウーバーイーツ。そう、私の公式プロフィールにも書いてあるんですよ、皆さんに癒しを届けたいという風にね。やっぱりやっぱり日々生きていくとやっぱり癒しって必要じゃないですか。そうでしょ、そう、癒しは必要だよね。だから皆さんにとっての癒しになれたらいいなと思うんですよ。お仕事を頑張れる、頑張れるきっかけとか、疲れた時癒したい。はい、ぜひトーク会とかでもね、直接癒されに来てください。いいですか。ちょっと私奥舞台なんですけど、それを一瞬でなくします。一重にします。いきます、いっせーのーせ。どう？目を台形に目を一瞬で台形にします。あ、今ちょっと今ちょっとこう上丸いじゃないですか、目の。でも台形にできます。くだらん、くだらんね。地上王のウォーター君は卒業したはずなのに、卒業してもまた入学したらいいじゃないですか。ここで出会ったのは何かの運命だと思うので、今日、じゃあ今から入学式しましょう。はい、 SKE48 のファンに、入学します。みんな拍手。入学おめでとうございます。あなたは、何組にしようかな。まあさ、桜組とかさ、いろいろ組あるよね。でもやっぱり楓組っていうさ組はさなかったな、子供の時。楓組にしようじゃん。桜組とか何組があるっけ、何組だろう。グミグミ言ってたらなんかもうグミ食べる、グミしか頭に出てこない。え、みんな何組でした？何組？双葉組とか希望組とか何組があるんだろう。かえでグミ、もうグミなんじゃんそれは、もうもはや。ペンの幼稚園の時は、あ、違うやん、これ入園式やん。幼稚園だね、この組に名前ついてるのはね。小学校からはあれじゃんね、1とか2組とかだもんね。じゃあここは幼稚園だったってこと？
子は幼稚園だったってことね。象組でした。だって動物だったんだ。クララ組すごい。ハイジ組とかもあるの。爽やか3組本当それ。俺ら園児じゃあみんなは園児ってことね。で私幼稚園の先生ってことか。うん、言うこと聞いてね。初訪問ありがとうございます。ルームフォローとツイッターとインスタのフォローお願いします。桃組でした。だって可愛いね。私保育園行ったことないんです。あ、幼稚園は行ってましたよ小学校とかさ行ってなかったらさ幼卒になるのかな。幼卒、幼稚園卒そう、私はねどうしてもね会いたい先生がいるんですよ。でもねこれはどうしても会えないんですよ。もうどこにいるか知らないからこのショールーム見てないかな。私はね先生に会いたいんだ。ちょっとツイートしてみようかな私の幼稚園の先生だった人はどこにいるマジでそう、恩師っていうか本当になんかよくしてくださる先生で、名前言っていい？ダメか。そうめっちゃいい先生で、私の習い事の発表会とかにもわざわざ見に来てくれたりして、そう、そうなの。本当に優しい先生で、で私は幼稚園生の時の将来の夢がね、なぜかバレリーナになることだったんですよ体超硬いのにそうそう。でもなんかその習い事の習い事とかもね見に来てくださったりして、めっちゃいい先生で大好きで、すっごい美人で、会いたいなっていうか、なんか私が今この活動をしてることを先生は知ってるのかなとか、なんか会いたいなとか思いますね。どこにいるんだろう。バレエ初耳？結構ね初期の頃はねそう言ってたんですけど、結構すぐやめちゃったから、あ今めっちゃブサイクだった本気の鼻すすりやっちゃった、ごめんなさいね、許してね。そう、そうなんか話したいなって、再会したいなって思って、ねえ SNS やってるのかな。このショールーム見てないと思うし、先生は何歳になってるんだろう。確かにね、私が幼稚園生の時5歳、まあ私が5歳の時にきっと20何歳だったと思うから、まあ約20
構離れてるとして、今40歳ぐらいなのかな。学校の先生にもね、公演とか見に来てほしいけどね、当てがない当てがなくて。そう、そうなんですよ。SNS やってないのかな。あー、終わってるやん。